おおきに。崎陽軒の弁当買ってるのにシューマイ弁当買わないっていうのは初崎陽軒なのに変なやつ。初新幹線でしょ。初新幹線肝。いいね、天気。初めて僕はたどり着く初大阪。初大阪です。僕はが、大阪初めてっていうからさ、たこ焼きとかなんかこんな人多い日にさ来たいっていうからでやったぜ。いや楽しみです。本当にここがあの有名な阪神が勝つたびに溶け込む川。いやいいね、楽しんでる感じはいいね。いや大阪楽しいよ。大阪楽しいね。さあ、たこ焼きを食べに行きましょう。オッケー。並んで、せっかくなんで買ってみましょう。10個でしょ。じゃあ10個で。いただきます。熱いかな。うまい。タコい。タコが大きい。さすが。え、完璧ですか。うん、集中。後輩たちがオリパにハマってるって言って、オリパって何って言ったら今やって意味が分かったんで、オリパガチャやってみたいと思います。じゃあこのこれね、オリパガチャね。オリパガチャやってみます。 SR 以上1枚買って、4枚1、2、3、4。で、お、行こう。さあ、ちなみに、うん、SAR っていうのが一番いい。 SAR スーパーアートレア。すごい、どっちから見ても分かんないようになってます。じゃあ、どっからいきますか。お、キラキラしてる。オムスター。あ、それ、微妙。微妙。そっちは、そっちも微妙。また動画です。はい、ありがとうございました。ラフレシア。まあ、ありがとうございます。言うて。ありがとうございます。バリヤード。ああ、それもレアや。SR。R。モンスター。トレーナー。モンスター。あ、トレーナーの方が値段は高い。チオンジェン。ああ、まあでも。あるかな、ないかなぐらい。これ全部売ったら2000円にはなんの。ならない。なれへん。ならない。5000
これみんなハマってるわけや。でもちなみにそれ、何やったっけ、今のエヴァのやつ何やった、チオンジェン、チオンジェン EX の SR、うん、SR これそう、780円、はい、そんなもんなんや、そんなもん、じゃあ失敗ですね。まあでも置いてていいと思うよ、 SR やし、じゃあ次に行ってみましょう。大衆娯楽遊技場、ちょっと入ってみよう、入ってみよう、エロすぎる、素敵、普通にあれなんですか、お菓子のもらえるの、やってみますか、ガンガンの勇者なんで、のクーポンもらいました。落としましたね。おっとっとも落ちそうやね。おっとっとしよう。あ、いい落ちた。またクーポンやね、これ。クーポン。鬼のようにクーポン。あれ、おっとっといけそうやね。ポテロングの上にあるいるフィギュア、あ、じゃあ、あのフィギュアのどれかどれか、あれ難しいよ、丸いからね、はい、おうまいやろ、うまい、あ、いるこれ、え、YouTube。